本日の動画は高所作業車2台積みの要点を解説、手元作業も分かりやすいアングルでお見せいたします。では先輩、今日もよろしくお願いします。パパッと、いや、できれば丁寧に教えていただきたいのですが、1、荷物位置を確認し最適な位置に車をつける。2、ミラーを格納する。はい、これでもう指摘されることはないはずです。両手足で3点を指示し、トラックから慎重に降りてください。ヘルメット、手袋、リモコンを装着。車輪が動かないよう車輪止めを設置。地盤を確認し、アウトリガーを最大張り出し、敷き板を敷く。車体が5から10センチ浮き上がるように張り出しをしてください。次は高所作業車で鍵を回して上部で操作できるように切り替えてください。高所作業車を操作し、荷台横まで寄せる。これかなり時間かかりましたので5倍速でございます。ちょっと今段差があったんで、これはちょっと別の動画で作業車2台積みっていうのをやって、はい、でこれも作業車なんだけど、これちっちゃいやつで、はい、結構このサイズでも結構運ぶことがあって、以前は4点積みって四隅にワイヤーかけてるの、はい、このちっちゃいやつは、はい、1点積みにかけるとこがあって、はい、それでいけるんで、で何を使うかって言ったら、もう鉄板吊りを使います。高所作業車の中央部分を開き、鉄板吊りを用意します。でここで上部確認、クレーンを上げた時に何か当たるものがないか上空確認してください。クレーンフックを高所作業車中央までゆっくりと移動させる。鉄板吊りを使い玉掛けをする。なるべくセンターに持ってくること。一方だけじゃなくて両サイド両角で中央かどうかを確認する。3メートル離れて完了。正確かに。ちょっと今カット。ちょっと今カット。荷物の方向が変わるのでカット無理です。はい。まず定格荷重。そうですね。まず定格荷重を確認しないといけないんですね。今回クレーンの長さは2段なのでこちらを見ます。赤のラインと交わるところを見ます。今回は 0.9 にメモリがありますので約 0.9 トンまで荷物を持つことが可能ですね。地切り3メートル以上荷物から離れて地面から30センチ以内、地切りして3秒待つ。で実際が880キロで900で OK。 実際の重さが定格荷重以内であることを確認してください。荷ぶれに注意し、ゆっくりと手相移動で荷台に近づけてください。手相移動で寄せたら上まで、ね、上げると。荷台に当たらない高さであることを確認し、荷台中央に寄せてください。ここでちょっと上がります。よし。高所作業車を回転させ、前を向くようにし、ゆっくりと着地させます。運転席を前にする理由は何ですか？見た目です。はい、見た目大事ですね。鉄板吊りを外し、今回は2台積みなので輪際を置きます。以下リピート、玉掛けをします。フックが両方の角度から見て中央であることを確認します。定格荷重を確認します。地切りをします。はい、重量が定格荷重以内であることを確認します。手相移動でゆっくり荷台に寄せ、ゆっくりと上げ、荷台に当たらない高さであることを確認し、中央に寄せる。高所作業車を前向きにし、ゆっくりと着地させます。危険な例を言います。こういうところに引っかかりやすいですよね。外した後もしっかりフックの先を見て巻き上げるようにしてください。先輩、貴重なアドバイスありがとうございます。鉄板吊りを外し、クレーンフックを格納してください。リモコン忘れずに収納してください。はい、鉄板吊りもここで収納しましょう。やったら、はい、収納。料理として。やりながら片付けて。はい。
今2台で動かしたんだけど、はい、2台で動かすときはあえてアウトリガーを貼っといてください。アウトリガーを収納してしまっとったらこんなぐるぐるぐる荷台が揺れるんで、アウトリガーを格納し地盤確認をして敷板を収納してください。小箱、今回用意したのはレバーブロックが4本、ここでも一緒です。4メートルのラッシングベルトが1本です。かけるとこがあの小箱用のとこじゃないんで、あんまりきつくやると破損してしまうんで、はい、加減を考えながら小箱してください。後ろはかけるとこがあるんで、あ、後ろはかけるところがあるんですね。あの 4m の場合ちょっとここがカゴがグラグラして、ね、グラグラしてますね。ここラッシングで止める。当て布をして傷がつかないようにするんですね。あんまり縛りすぎるとどん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 寄っていってしまうんで、もし気になるようだったらこの間にこれを挟んでおきましょう。あ、ゴムの車輪止めを間に入れてみたいですね。あんまりこう寄りすぎたりとかねすると故障するかもしれないんで、まあ、この辺はあのアドリブなんで、小枠がしっかりできているかを確認。タイヤ止めを外し忘れ物がないか確認し終了です。本日も先輩ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ユニックセルフの新興産業では弊社新人ドライバーのための研修動画を今後も作成していきます。どうぞこの期間にチャンネル登録グッドボタンどうぞよろしくお願いします。それではまたぜひ次回の動画でお会いしましょう。